あとは、なんか、言い残したことないですか、その、うん、あとはね、あの死ぬこと、まあ、もちろん今回死、あの死体の復権でね、死が出てきますけど、はいはい、いや私今ね、もう前歯が全部ダメになって、うん、高橋さんこんなになってね、普通だったら歯を治療したりね、入れば入れるとかね、インプラントで私そういう姿勢やろうと思わないんで、で結局ね、あの人生の中でね、確実にこうだっていうのってほとんどないですよね、うん、むしろ確実にあることって死ぬことぐらいしかないじゃないか、うん、あともう一つはその、あくまでも命の循環っていうのを考えてるわけですね、で命の循環考えるんだったらば誕生とね、生きて活動するだけじゃなくて血まで考えなかったらね、命のこと分かってこないんじゃないか、あくまではね、私はだってその死の方にはね、焦点合わせてるんですねで実際その死っていうのが本当みんなが嫌がるほどね、そんな悪いもんなのか、それはね、結構さっきのほらもう目先のことしか考えないって言ったけども、ね、みんな自分自身のことしか考えないんですね、うん、でも循環っていうのは必ず他の生き物とね関連して、そこで共生とか循環っていうのは起きてるわけだから、そこまで広く考えるんだったらね、まあ、うんこだってねすごいごちそうになるわけですね、他の生き物にね、ものすごいごちそうですね、死体なんかもっとごちそうですよね、そうそう、だったら死だってね、すごい価値があるんじゃないか、あとはその自分がね、食べて生きてるけど、まあ、食べるっていうことはね、他の生き物を食べて殺してるわけですよね、命を奪ってる、でそのことは一切考えてないわけですよね、栄養源としてしか食べ物を見てない、命を奪ってるっていう感覚ないですよね。でも気がついたのはハエとウジってすごいなと思ったんですよ、うん、あの要するに細胞を食べてないんですよね、生きた細胞を食べてない、だって死体とうんこで食べてるわけで、うんこって細胞ないわけじゃないですか、うん、生き物じゃない、そうですそうそう、で死んだの死物を食べてるんですよね、菌類もそうです基本的にね、うん、寄生菌がいる、だそういうね死物をね食べてくれるものがいるおかげで我々生きてられるんじゃないか、そこにやっぱり目を向けてほしいんですね、うん、だ死にもねすごい価値があるんです、でそれをなんとかねもっと分かりやすい立場でね、うん、同じあのみんなと同じ人間としてね、死ってこんなすごいんだぞって見せてやろうと思ってだからそのためにはね絶対仮装されたくない、うん、で当然私の場合ね、あの死期を悟ったらば山にこもって野垂れ死にだって言ってるんですけど、でも野垂れ死にやっぱりプンプランドですか、やっぱりじゃなくても、うん、誰も行かない土地でだからね、それをやったとしても、あの他の動物に食われたりね、自分に分解されて生きてればいいけど、その前に発見されちゃったらね、ああ単なる不審死体ですよね、ええ、そしたら結局回収されちゃって検出されてね、焼かれておしまい、だから結局ね、確実に死に戻ろうと思ったらやっぱり土葬しかないかなと思ったんですよ、うん、だからね、今ね、あの土葬を実現するために、うん、プープランドの中にね墓地を認定させようと思ってるんですでそこに埋まればね、不審死体でもないし、しかもほら、あのもし自分でね、あの山にこもって野垂れ死にっていう時に体が弱ったりしたらね、誰かに手伝ってもらう、で手伝ってくれた人がね、この自殺幇助とか死体遺棄とかっていう罪人にされてるわけですよね、うん、そうですね、あの西別須磨さんの時それありましたよね、うん、あの人、まあ、川に入ってね、亡くなった時、手伝った人がね、もう殺人罪ですよね、ものすごい残忍され、これはもう避けないといけない、かといって自分がね、一人で、よぼよぼになってね、山にこもれるか、それどころか、例えばあの街中でね、車にボーンと引かれて、亡くなったら、できないわけですよね、それでもね、絶対に土に帰りたいっていうことは、やっぱり土葬以外ないんじゃないかと思って。だからあの今誰が死を見取るか確認するかというと医者なんですよね、はい、そうですね、それがまあ息をしてるか心臓動いてるか瞳孔開いてるかで見るんですけども、はい、それは実は明治になって始まったわけで、はい、それ以外以前は即身仏だったわけです、はい、即身仏の場合は自分で死を決めるわけですね、はい、私が行きますって言ったらそれが死で、はい、あのそれまで水をまずあの食べ物をここ札ちして、で最後水を立って、それで最後、まあ、空海が始めたわけですけども、で
あの弟子たち集めて最後の言葉を残して私は行きますって亡くなって、はい、でもそれが、うん、あの手助けする人が必要だからその人が、うん、まあ、自殺防除罪になるんで禁止するってことで、うんうん、100年ぐらい前に変わったんですね、はい、だから、うん、難しいんですね、うん、死ぬのがね、はい、だからね私もそうね人間社会の首引きからね離れたいと思ってるんですよ。もう人間ぐらいおかしな生き物いないわけですよねこの地球上で、だから私は、ね、あの人でなし宣言をしてもう俺人間じゃないよってそこまで言って立野さんと対談して結局一番 の今その熊が今まで防獣だったのがあまりにも 人を襲ったりするので害獣になったんですね。でもこの自然界の中の一番の害獣は何かって言ったらやっぱり人間なんですよ。人間だからですよ。でそれをやっぱり自覚しないといけないんですね。そうなんですね。だからまあいかにもね人間自身もね野生動物に近づくかっていうことを考えたら、はい、うんこすることをのそってみんなで、ね、流してるわけですよね。あと死んだらみんなね土に帰ってますよね、うん、まあ、私もだから絶対にね死んでもね土に帰るんだ、うん、それを実現するっていうのが今一番の課題です。その伊沢さんは前世とか来世とかは信じてますね、うん、まあうっすらとですね、うんうん、実際感覚としてはね感じられないんですが、うん、否定はしてないです、うん、なんかあるだろうなと思ってます、はい、で僕も多分そういうのはないだろうけどもしかしたらっていうのが、ね、僕にあるんですよね、はい、それで僕はなんとなくまあ、僕チベットとかチベット文化圏に行くこと多かったんで、彼らは完全に信じているわけですよ、はいはい、で例えば東南アジア の、うん、まあ、昔少女仏教って言われた前座部宗教っていうんですかね、あっちはチベットは大乗仏教なんですけども、うんうんうん、そのやっぱりミャンマーとかね、やっぱり信じてるわけですよ、はい、来世を、うん、だから逆に言うとめちゃくちゃ人がいいんですよ、ラブとか、あ、親切で、なんでこんな親切なんだろうと思ってたら、うん、やっぱり来世だと僕は思うんですよ、はい、要するに善行を行うといいことするんですよ、うん、より良き来世に行きたい、はい、だからより良き来世に行きたいわけですね、はい、そのためにだから自分のために良いことをしているっていうか、功徳、うんうんうん、をすることが一番いいわけで、はい、何のために功徳かっていったら自分がより良く来世に行くためなんですよね、うん、でただ僕はねちょっとこの前この映画のパンフレットを作るために原稿を書いて、はい、その時ゲラを読んで僕はこれボツにしようとしたんですよ、うん、自信がなくなっちゃって読んでるし、それは科学的、はい、来世観、前世観っていうので、要するにそういう仏教的な来世観とか、うん、天が昇っていくとそういう人間界があって、はい、邪気界があって、うん、畜生界があってとか、うん、そういうものではなくて、まあ僕はその前世は何かって言ったら父親の世代、はい、っていうか、うん、で僕は今現世で、うん、子供の世代が来世とか、はい、孫の世代が来世だって言って、うんうん、そうすると前世のこうなんかこう何にこだわったかっていうと戦争だと思う、うん、で戦争をこうなんか考えてきたっていうか、はい、に痛めつけられて考えてきた、はい、でそれを来世に生かすようにこう生きるのが一番いい功徳だと思っていて、で僕らの世代は環境だと思うんですね、うん、はいはい、こんなひどくなったからそうです、ね、僕が、はい、その隅田川なんてもう臭くてしょうがなかったんですよ、うんうん、小学生の頃に、はい、それがこうだんだん少しは魚をねいるようになってるわけです、はい、で環境の考える世代、うん、現世はね、うん、でも来世は何かっていうとまだ分かんないけども、うん、来世は来世のものを考える、そうやってこう、うん、僕は亡くなるけどもこう引き継いでいくっていうかね、でなおかつ遺伝子の半分が残るっていうか、ね、僕と同じじゃないけど母親と混じったものだし、うん、はい、僕は父親と母親混じったものだけど完璧になくならないわけですね、うん、だからそれ
あの、なんか片隅には僕の遺伝子がこう残っていて、うん、それでいいかな、はい、それで前世、現世、来世はそういうふうに自分のこう課題っていうのを考える、うん、あの時代があって、それがどんどん変わっていくっていう、ね、うん、それを僕はあの科学的来世かっていうんだけども、うん、それを僕はインタビューで書いてもらったんですよ。僕の後輩のライターに全部書き起こして書いてもらって、はいはい、僕はこれちょっとボツにしてよって言ったら、ええ、関野さんそれはないよ、ええ、関野さん出したら一番残ってるのはここだって言われて、他のいつも聞いてる話だけど、ええ、これだけはで、僕の教え子こと、そ、あのそのライターが仲良くて、鹿児島に住んでるんだけど、そいつ見せたら、あ、これ聞いたことないですね、って言ってたから、はい、うん、っていうんで、で残ることになったんです。そうです、まあ、そういう意味で言うと私もね、うん、その前世をね、もちろんあの産んでくれた親ですけどね、はい、私はね、食べたね、自然の生き物が前世だと思ってるんですよ。そしてそれをね、産むにすればそれを食べてくれる、うん、でももうすでにね、自分の次の世代もね、生まれてる、はい、でもそれをね、日々の脳みで実践してるつもりなんだけど、それをもうちょっと長いスパンでね、一つの自分の人生っていうことで考えて、それにしてもやっぱりね、前世は親だってほら、当然食べてね、いろんな他の生き物の命をもらってるわけだから、で私はもうとにかく自然が基本なんですね。で、その来世もあくまでも自然全体で考えてるから、でそこに引き継げばいいんだっていうことで、まあ、結局その今の状態を見ると、結局環境問題になっちゃいますけどね。あとはもう一つはその人間がね、いかにおかしなルールを作っちゃったか、でそれをいかにね、うん、ぶち壊すかっていうのが課題だと思ってます。で、そのためにはね、あの理屈でね、こんな素晴らしいんだっていうよりも、こんなに気持ちいいんだよっていうところでね、知らせてみたい。だから一つはその、ノグソにしてもね、とにかくそのトイレでうんこするのとね、葉っぱの音、どっちが気持ちいいんだよ、それをやってたけど、気持ちよさでね。死ぬことに関してもこんなにね知ってね楽しいんじゃないかっていうのを見せたいと思ってそれはまあ何ていうかな、その今の人間社会ってね、いかにそのとにかく自然から離れちゃったものが人間社会ですからね、それをいかにねその自然の素晴らしさの中にこう気づかせるかっていう、そっちを考えてます。あの僕はシベリアトナカイ遊牧民と長く暮らしていて、はい、彼らはそのトナカイを殺して食べてたら、うん、もうあの結構早くなくなっちゃう、少なくなっちゃうんですよ。っていうのは計算した人がいて、うん、1年間トナカイだけで食べても人は生きていけるんですよね、うんうんうん、トナカイ以外は水とトナカイだけしか食べなくても、で何頭いるか必要かっていうと1人19頭らしいんです、うん、あ、18頭か18頭かな、うん、で大体世界中の家族の平均って5人なんですね。でシベリアも大体5人なんです、うん、家族で言って、はい、でそうすると90頭必要になってくるんですよ。すると90頭1年間なくなるっていうね、あっという間にやってますね、はい、でも実際食べたらどういうことが起こるかっていうと、うん、実は僕たちの体って歯でさえもこれ1年のカルシウムできてますね、はいはい、これカルシウム、このカルシウムは別の新しく食べたカルシウムと置き換わってるんですね、うんうんうん、はい、変わってないように見えて、うん、だから本当に中枢神経以外は全部変わってる、うん、赤血球も120日10円なんですね、うん、あ、わずか120日そうなんですよ、だから120日経つと全部変わってるわけ、うん、赤血球自体、はい、だから1年経つと全部、うん、その食べたものの細胞原子と変わってるわけですよ、うんうん、そうすると1年間トナカイ食べてるとトナカイになっちゃうんですよ本当に。あ、でも生きてけんですよちゃんと、うんうん、だって肉食動物って肉しか食べなくて生きてけん、そうですね、はい、で、まあ、それは肉食動物だからですけども、だから豚だけ食べてたら豚になるんですよだから食べ物の影響ってどれだけ大きいかっていうことですよね、はいはいはい、だから僕なんかも要するにそのだから、まあ、塩とか添加物以外の食べ物は全部生き物なんですね、うん、植物っていう生き物ですから、うん、そうすると他の生き物によって僕は生かされてるけども、うん、で
土葬にすればそれができる、うん、今度は自分が餌になる、はいはい、そうだでつながっていくっていうね、うん、だから僕も土葬したいです、はい、だから今のねこの日本ではね土葬がとにかく難しいですよね、はい、そこを破りたいと思ってるんですよ、うん、だから今ね私もあのつい先週ね市役所に行ってねなんとかね土葬の墓地をね認定してくれっていうことを言ったんですけども、なんか難しいんですよね。とにかくあのお寺とかね宗教法人じゃないと基本的に認めない。でも基本なんですよね。絶対ダメっていうわけじゃない。あとはもう条例でどうでもなんですね。あそこの条例をねなんとかねあのこっちが働きかけて動かしたいなと思って。でもう一つはよくあの町おこしってどこでもやってますよね。どんでもひどくなってきてね。で今ね今この桜川市では市長なんかとかね市がやってるのはまず企業を誘致してまず金を落とさせようなんですよね、うん、まあそんなこともやめろって言いたいんだけどねもう考え方古いからそれにこだわってるわけね。でもねこれだけ今ほら環境がひどくなって、ね、SDGs とかいろいろ言われてますよね。だったら最先端のね自然と人間が共生する街づくりのトップに立ったらどうなんだ、うんそもそもにはね、脳外と土葬だとね、それをね、町の発展の根本にすればらどうなんだって話をしてきてね、あそうまあ、もちろんその担当者もね、うん、話としては分かりますって、そう話しなきゃダメなんだよ、それは実行しなきゃダメなんだよという話をしてね、これからどんどんそれをやろうと思ってます。うん、だから僕もあのさっき言った科学的来世観、前世観って言ったけども、ね、それ以外に、それは人間のこう、あの系譜ですよね、人間のつながりで、はいはい、だから僕はもう一つやっぱり自然とのつながりもあるわけですね、だから生き物を食べてこう自分は生きながらいていて、うん、そしてやっぱり自分も、まあ、その町原画とか、うん、あのアマゾン先住民のように、はい、あの自然の循環の輪の中に入るためには、うん、自分もそうならなきゃいけないそうですね。で そういう発想になると死が怖くなくなるんですよ。そうなんですよ、でだけど本当になくなるかっていうと僕なんかだ伊沢さんからもうだんだん、まあ、怖くなくなったって言って、うん、その舘野さんに、はい、伊沢さんあのもう死を怖くなくなってるみたいですすごいですね、あの舘野もそれ、うん、すごいですねってやばいねなんかそう考えても、うん、今までよりは減ってきてるわけです、うん、死に対する恐怖、うん、でもなんとなく、うん、なぜ死ぬが嫌なのかっていうと、うんうんうん、やっぱり知りたいんですね。自分が死んだ後の世界がどうなっていくそうそうそうだから不安がね、あると分かんないことがあると不安だから怖いんですよ ね、まあ、そうですね。だからそれは私は、あの脳外でね、うんこがこうなるって全部見ちゃったわけですよ、で私物のね、うんこがちゃんと他の生き物のね、ごちそうになって、うんうん、どんどんいろんな生き物が集まってきてね、自分の子でこんな多くの生き物が生きてるって見えちゃったわけですよ、うん、そしたら自分の死だってそれなんだ、同じなんだっていうのが見えたから、あ、これ死んだ後ね、いろんな生き物を喜ばせられるんだろう、自分の死体でねそれが見えちゃったから、だからその死んだ後が見えてるんですよ、私もね、やっぱそれが大きいですよね、うん、だからそこではみんなにね、脳卒するだけじゃなくて掘り返し調査をやってくれ、それなんですよ。で、自分のうんこと死体と同じなんだっていう認識ができればね、もう不安がなくなっちゃうわけですよ。まあ、不安っていうか、その、なんていうか、どうなんだろうっていう、死んじゃったら分かんないわけですよ。自分で認識したいっていう、その死んだ後の、うん、まあ、自分、まあ、本当は自分がどうやって、こう分解していくのか見たいとか、うん、あのそれ以上にその世界がどうなっているのかとか、この地球がどうなっていくのかとか、はい、あのそれが例えば100年後に生き返ったら、だって100年前の人が今生き返ったらびっくりしますよね、うん、その同じような体験を自分は死んじゃうとできないっていう感覚があるんですよね、うんうん、だって今の2100年どうなってんだろうか、やっぱり知りたいんですよ、うん、まあそこは分かんないですけどね、うん、ただその自分のね、うんこでも死体でもね、うん、食べてくれた生き物のことは想像つきますよね、はいはい、あ、こんなにね、豊かになるんで、
ん、その先は見えないですけどね、うん、だからそこのとこですね、まだなんかまだ解決できない、まだ死が怖い、うん、あのでも前と比べたらはるかに、はい、あのだからその舘野さんでもやっぱり虫たちが全部食べてくれるのは分かったけど、髪の毛が残っちゃってたのね。髪の毛食べてくれるんだろうかって、ね、うん、で 髪の、 あの羽とか毛を食べる専門の、うん、あの昆虫が いるんですけども、うんうんうん、それを彼は見たことなかった、うんうん、あ、そう、今回それが見えたわけですね。それが見た時に、はい、何かと俺毛、自分の毛に食いちゃったんで、もうそれでホッとしたっていう、うん、で私はそうだね、ほら、あのもうキノコの方、キノコはそれ言うわけですよね、髪の毛をちゃんと食べる、あの骨だけっていうのはね、はい、それ前から知ってたから、あ、もう全部ね、ちゃんと食ってくれるっていうのは分かってたので、はい、で私の場合、その菌類までね、考え広げたっていうのが、やっぱすごくその幸せに近づいたお聞きなりじゃないかと思います。はい、立野さんはあくまでもその動物の世界で見てたんですね。あ、そうですね、うんうん、動物よりもね、菌の方がすごいなって、うん、そこに気がついたもんね。だからそれ気がついたのが、なんとね、私がまだ23の時ですよ、もう50年以上前、すごく気がついちゃったもんだから。だやっぱり死が怖い、怖いってそのさ、あの他の自然のことを考えてないっていうんですけど、やっぱりそれは、うん、まああると思うんですね、その人間中心主義っていうのは、うんうん、だからもうそろそろ人間中心主義はもうちょっとやめて、ね、ちょっと他の動物のこともちょっとは考えよう、だ逆にその 100% 自然のことを優先しちゃうと、うん、シーシャバートになっちゃうわけですよ、うんうんうん、神様になっちゃうんで、はい、自然がね、うん、まあ僕それは言え、それは言えるんですけどね、僕自然が神様だと思うんですよね、うん、だって それも多神、一神教の神様じゃなくて、うん、まあ、そう多神教の神様って悪さもするし、はい、浮気もする、インドの宗教って、はい、日本のね、神様みたいな、うん、それでいいんじゃないですか。それがだってね、自然が台風一つとっても、うん、あの悪さするわけじゃないですか、うん、だから恵みを与えてくれるけど悪さもして意地悪するっていうのは神様だと思っていて、そういう意味で自然が神様だと思っているんですけども、そういう意味の神様ではなくて、何よりも大切なのがそのクジラだったりイルカだったりっていうと、ちょっとそれは違うんじゃないのっていうね。だからそれってやっぱりね、人間の価値観で見てますよね。そうなんですね、で人間が決めた尺度で決めた、そうなんですね、だからそうではないんだろうと思うんですね、うん、だけどやっぱり他の生き物のことを考えようっていう、うん、まあ一神教だとね、完全に神様は人間を作ったって言ってるわけですよ、うんうん、なおかつ自然は人間のために神様を作ったって言ってるわけですよ、うんうん、それがやっぱり東洋では違いますから、そうですね、うん、とにかくあの一緒に生まれたような感じだし、でその人間中心じゃない考え方のトップはもうチベット仏教徒なんですよ。だってなんで祈るの、祈りに満ちてるわけですよ。なんで祈るのって聞くと、生きとし生けるものが幸福になるように、その前によりよき来世に行けるようにって一つあるんです、うんうん、もう一つ、生きとし生けるものが全て幸福になるようにって、完全な人間中心主義から外れてるわけですよ、それは日本のアイヌの民話とか神話を見ても新大陸 の、うん、あの今神話見てもそうなんです、うんうん、要するにヨーロッパ人が一神教の人たちが遅れてるって見るときに人間中心じゃない考え方が広がってた、ね、いや私も本当にね、あのアイヌのことを知ってね、あ、もうなんか理想的な生き方してるなと思いましたね、うん、なんかその近くにいるんですよね、うん、アイヌがね、それを見習ったらどうなんだと思います、うん、でアイヌも先住民って認められたんですね、日本の、うん、でもまた上っ面だけですよね、いや上っ面じゃなくて、うん、先住民としては認められたんだけど、十何が認められてないんです、うん、先住民権っていう、そうです、そうです、鮭を自由に取って、ね、あれめちゃくちゃです、日本の法律では川の鮭は取っちゃいけないんです、うん、でも彼らはもともと取ってたんで、和人が来たから取れなくなった、うんうん、勝手に決めて、ね、
でそれが未だに続いてるわけですね、うん、そうなんですね。まあその問題になると今度政治問題になっちゃって難しいんですけどね、うん、うん、でもそこをなんとかね破らないといけないなと思って、まあ人間中心に離れないと、まあ、環境のことを考えるのは基本ですよね。そうですね、はい、あともう一つはやっぱり人間に肥大した欲望だと思って、だからね、私もそのね欲望がね自然を見るようによって特にその菌類をね菌類すごいなと思い始まってからどんどんそれがなくなってきたんですよ、はい、もうこれはね菌類にはかなわない、はい、カビにはかなわない結局ねその欲望にしても何にしてもね、やっぱり人間中心に主義にしてもやっぱり人間優れてるって思うからそうなってるわけですよね、うん、で私の場合ね、最初のその、初めてそのキノコの写真撮ってあのプロカメラマンになったそのデビュー作ですから、うん、こんなちっちゃいキノコを撮ってね、その時にこのキノコに負けた、うん、あれがやっぱり原点かなと思うんですよ。こんなちっちゃいキノコに自分は負けてんだよ。そこからね、人間としての欲望とかなんとかっていうのはどんどんこう減ってきたなと思うんですよね。だから自分の上にもっとすごい生き物がいる、生き物っていうかね、存在があるんだ。まあ、それが、まあ、今までは神だったわけですよね。だから神なんていうね、その大きなもんじゃなくても、本当に足元にいるそのキノコでさえもね、自分よりすごいんだよ。さらに言えばね、バクテリアだってね、自分よりすごいことやってくれてるんだよ。こんなちっちゃい虫がね、やってくれてるんだ。それをちゃんと認識すればね、なんかその傲慢さっていうのがだんだんと消えていくんじゃないのかなと思うんですけどね。立野さんは府中最高って言って、僕は富士最高って言ってそうですよそこそもそも、なんていうのかな、その考え方の基本をね、基準をちょっと変えられればね、そこを元にして考えていくと。あと一つ聞きたかったのは、はい、その最初に脳卒するようなきっかけの一つに、うん、やっぱりキノコとか、まあ、コケとか見ていて、うん、彼らに写真撮って、彼らなきゃ生きてない、生きていけないけども、うん、お返しをしてないっていう、うん、だからそれはね、それからちょっとだんだんこう踏んでそう考えていく中でだんだんできてきて、うん、最初脳卒する時からはそこまでしなかったです、はい、いや、僕なんかは何か彼らにお返しをするっていうよりも、うん、彼らに邪魔になるように生きていかなきゃいけないな、そのためにはどうしたらいいかって言って、邪魔になるように、彼らに害するような生き方、うん、害しちゃうんです、生きてるだけが人間、そうそうです、だけどそれをいかに減らすかっていうのが、はいはい、地球維持局の課題かなと思う。そうですね、はい、まあ、結局は同じことなのかもしれないけど、ね、彼らに役に立つにはどうしたらいいかっていうのを、彼らに邪魔にならないように生きていくにはどうしたらいいか、うん、まあ。うん、方向性は同じですけどね、何をやるかって言ったら同じなんですよ、ね、そうなんですよ、はい、私はもう最初ね、その責任感じだったんですよね、うん、食べて命を奪っててね、もうごちそうをね汚いうんこに変えてるんだ、その責任なんて果たそうと思って、最初はねやっぱり飲むさ始まっても、まあ、2年3年4年はね、まあ、半分責任感でやったんですよね。だから辛かったです正直言って、まあ、それを超えてね、乗り越えて、またその楽しさがだんだん分かってきてね。あとまあ人間中心主義といっても、まあ極端な場合はチベット仏教徒もそうですけど、インドの宗教では本当に火さえ殺しちゃいけないっていうのが、カパチンってやったら、なんだお前って言われるようなのもあるわけですよ。やっぱ僕殺しますか。そうそう、私もね、蜂が来てもね、こうやってブンブン回ってる分には構わない、でも誘うと思ってきたらね、やっつけますけどね、それはあくまでも、同じ生き物としてのね、生存競争として見てるわけですよ。まあ、フェアなね、そうそうそう、関係ですよね、うん。だからそこでね、こうやって武器を持っちゃいけないと思うんです、卑怯だ。だから基本的にね、素手で戦う、それは考えてます。ただ蜂はね、それはちょっと怖いから、ちょっと何かちょっと使いますけど。だ僕はシベリアの海で、セイウチ取ってる人たちが、森一本でやって、船をひっくり返されるかもしれないから、取るつもりが取られちゃう、狩られちゃう。だからこれをフェアハンティングって言ってるんですけど、ね、
そういう生き方を虫との関係もしなきゃいけないっていうか、うん、そうですね、もう蜂がやってきたらやっぱりバッてやるけど、うん、向こうも、うん、あの蜂がアマゾンともいっぱい入ってくるんですよ、服の中に。そっちこう、うん、なんだよって言うとビシッてやるんで、向こうは悪さしてるわけじゃない、防御反応、うん、はいはい、だからお互いに不やっていう、うん、じゃあ今日はあのどうもありがとうございました。いえ、かちかどうもありがとうございました。 YouTube で、はい、公開したいと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。失礼します。